はい、えー、江川 VS 椿原なんですけども非常に予想が難しくてですねでもダイレクトリマッチになるんですかねダイレクトリマッチになったことでちょっとホッとしてますっていうのはあのー、この間ふ、まあ、蓋を開けてみたら江川選手は怪我だったっていう話じゃないですか。 でも怪我だったから椿原選手は勝ったのかなーって疑問が残ってたので今回再戦ということで椿原選手もだいぶやり手じゃないですかで勝敗もはっきりしてて非常に好きな選手ではあるんですよで江川選手のあのトーナメントの圧倒的な強さが果たして本物なのか ってていいううのをもう一度見てみたいんですよで俺はあのトーナメントにあの椿原選手入っててもよかったと思ってる方なんですね。っていうのは椿原選手って強いしなんか外国人をなんか入れなきゃいけないシステムみたいのがあるのかなって思うぐらいトーナメントってフェザー級もそうでしたけどあフェザー級あその前か。 あのクラッシュは日本人ばっかでやるんですけど K−1 は外国人入れるじゃないですか僕は分かりやすくあの知らない外国人入れるより実力がありそうな実力がある、えー、日本人を入れた方が僕的には楽しめるんですねでまあ「バレラ」とか「まあ、ザンビディス」とか昔のと スタウロスとか何回かやってる人だったらまあいいんですけどいきなり知らない例えばこの間のヒマライアンチーター木村選手とやった人とか出されてもえ、どれぐらい強いのか誰を倒してきたのかっていうのはわかんないじゃないですかそういうのはちょっと自分素人なんでちょっとワクワクしないんですねでそれに勝ったところで まああの変なあの理論じゃないですけど誰かに勝ったやつに勝てばこ,こいつより強いみたいなのあるじゃないですか三角関係でうんだからそういうのが素人には一番わかりやすいですねいやでもわかんねえぞみたいなことを言うのがねすごい好きなんですけどだからまあね椿原選手もはあんまり外国人とやって 記憶なんで江川選手はだからその椿原選手も無双しないと誰も勝てないようにしないとちょっとチャンピオンだと思ってないんでそこで余ってたのがトーナメントに出てなかったのがえー椿原選手だったんで,で,で椿原選手も結構作戦練ってきてテクニックで倒す。 最強春馬タイプだと見お見受けしたんで、また対策を練ってくるんじゃないかなって。で、怪我がどれぐらいの怪我なのか、どれぐらいの痛みなのかっていうのは、江川選手にしかわからないんで、今回万全で来るでしょうから、で、ちょっと椿原選手の方も元々の性格なのか、会見では まあ、チャレンジャーっていう気楽さなのか、まあ、楽しんでやりますみたいな感じに見えたんですね。で江川選手は終始一回負けてるしもう記録についちゃってるじゃないですか怪我しようが何しようがもう負けは負けても公式でついちゃってるんでエキシビジョンでもないんで、ね、なのでちょっと楽しみではありますが予想としては、うんまあ、江川選手に この間は怪我してたから負けたんだよっていうまあのを体でちょっともう分かりやすく見せてほしいっていう感じで江川選手で。